大丈夫かな、私たち。離れてもいつも一緒だよね。明日死なないでね。こうも。失敗したね。やっぱり私にはできなかった。死んでもらうよ。喋ってる暇があったらさっさと終わらせてください。哀れなやつ、何年間も無駄にしやがって。こんなもんか、私。ごめんね、お姉ちゃん。新プロジェクト、ここに3年間結成いたします。3年間よろしくお願いいたします。監視人は何人つく？足がつかないよ、一人でローテーションを。時間が勝負ですから、それぐらいのリスクはあっても問題ないでしょう。高校生3年間のヒットマン、各地にざっと数千人に身を潜めている。本日から新しい規則を、台が変わり、ターゲットに持ち時間5分の懺悔。そんなバカな、私は組織に忠実に確実にこなしてきた。そんなこと私には関係ありません。あなたをイレイズしに来ました。お前らは私たちが作り上げた。だからそんなの知らない。イレイザーは止められないから。先日起きました山城病院院長長田直樹殺害についての鑑識の結果です。刀での傷が多く見られ、致命傷となる傷があるのも、さまざまなことから見てもやはりプロの仕業であるというのは間違いないとの判断でした。そうか、田島さん、またやつらの仕業ですかね。だろうな。
私に依頼が来た時点であんたの死は決まってたんだよ。ねえ、こうどうしたの？かない顔して。眠いの。試験も終わったのにまだ勉強？少しは息抜きしないと。そうだね。そうだ、今日さ、アレンのところ行かない？ケーキの食べ放題。そう、行きたい。ねえ、こう。ああ、うん、後で行く。先行っててよ。分かった。じゃあ後で、ね、私は二面性を持っている。身寄りのない私は物心ついた時からある組織に育てられ、自分の中ではヒーローごっこの延長っていうか、そう育てられてきた。ねえねえ、職員室呼ばれてなかった？でも、うん、行かなくて平気なの？まだ大丈夫だと思う。あ、ほんとに？あ、ねえ、シーノどうした？待って待って、先行ってね。そのことで呼ばれてるんだけど。そっか、職員室行かないと。あ、分かってる、うん、じゃあ先行ってるね。うん、私も行くわ。あ、うん、行ってらっしゃい。小さな小さな組織だけど、君はうちで一番腕がいい。というよりも、毎回毎回飽きないか。フォローしてるつもりかもしれないけど、子供を元気づける親のつもりか。疑問なことはたくさんある。だが俺は特に何も聞かない。もう卒業だしな。ヤマト君は OB かな？それとも聞くまでもないですよね。また連絡します。そろそろですね。頼みましたよ、始末。わかりました。おい、イレイザーだけだぞ。わかってるよ。分かった、すぐ行く。
ねえ。完了。いい腕だ。それではまた連絡します。ヤブ医者は大丈夫ですか？ええ、死亡届も出してバッチリですよ。そうですか。楽しんだな、この仕事。される。どうも。失敗しちゃった？もしかして OB？ 私さ、刑事。なんだって？な、大丈夫大丈夫。悪い刑事だから。あんたのこと使わせてもらうよ。チキショウ。終わったようですね。ちゃんととどめは？物心ついた時から仕込まれてるんだよ。ミスなんかしないよ。そうですね。 OB はいいわね。見てるだけなんだもん。あなたももうすぐ慣れるじゃないですか。高校卒業の時に選択を迫られる。 OB として働くか、それとも死か。選択肢はないわね。決まりだからね。逃げても無駄だよ。イレイザーは君だけじゃない。もちろん OB も。世の中の裏の仕事をするためだけに小さい時から殺しを仕込まれている。君と同じようにね。またその話。何度でも話しますよ。例の事件で調査に行くんだが、誰かついてきてもらえないか。自分が行きます。自分も空いてます。すいませんね、自分は別件があるんで。そうか、次の会議には顔出してくれよ。はい。田代さん、真田さんはなぜ一人で捜査しようとするんでしょうか。さあな、あいつもあいつなりに考えがあるんだろう。そうですか。そうですよね。
来世では人に恨まれないように生きろ。どこで何してんの？別に。先日また起きました駅前での殺傷事件、ガイシャの名は原田実、37歳自営業、酒を飲んだ帰りに帰宅の際、殺害されました。さらに致命傷となる傷、首、手首、足首、それから心臓付近ですね、こちら大きな刃物による犯行でした。また前回前々回の犯行現場から数十メートルの距離にある。田代さん、また新しい被害者です。現場に向かうぞ。はい、はい、誰か遺体に触ったな。いや、そんなはずは。いや、触った。田代さん、毎回なぜそこにこだわるんですか？お前は何年刑事やってるんだ。もしこの遺体に2人3人と関わっていたら誰が犯人か特定できないだろう。それは分かってますけど、でも。そんなことより鑑識呼んでくれよ、アサリ。はい、頼む。分かりました。腕がいい。誰よりも正確に仕留める。もちろん1ミリの狂いも。僕としてはそれは芸術だと思う。まあタイムリミットは迫ってる。君が望むなら、もっと先の道も。じゃあな。さあ、3分睡眠とるか。これよ、黒鳥にいい薬なんだよ。嘘、本当に？今すぐ行こうよ。楽しむか。いいこといっぱい教えてやるからよ。本当？最高だろ。なんだなんだ、お前も薬欲しいのか？ああ、そうなんだ。組から横流したこいつが
こんなに稼げるとは思わなかったぜ。で、金、なんだろうね。てめえ何すんだ。さあな。俺はただ仕事にここに来ただけだ。あんたを殺しにな。それより何か言いたいことはねえのか。くそ！このままじゃ最後の言葉がさっきになっちまうぞ。んでよ、あの体育の先生がよ。っておい、聞いてんのかよ、こう。あ、うん。らしくねえぞ、こうがぼーっとしてんの。そうかな。いつもうるせえのにさ。そんなことないよ。で、何の話だっけ。はあ。こうは、進路はどうすんの。え、進路だよ。もうすぐ卒業だし。こう、頭いいもんな。大学とか行かねえの。私はもうそろそろ学校にも進路調査のやつ出さなきゃいけねえし、ちゃんと考えなきゃな。うん、うん、あ、わり、俺バイトだから行くわ。わかった、うん、じゃあな。バイバイ。バイバイ。悪いな、私さ、そういうのちょっとめんどくさいんだよね。わかった。ごめん、後でかけ直す。大丈夫？お互い電話しながら歩いちゃダメだよね。大丈夫？すいません。早かったですね。まあね。これ次の依頼人です。あさってまでにレイズしてください。わかった。あとこれからちょっと時間よろしいですか。まあいいけど、何すんの。後輩の相手をお願いしたいんですよ。あなたも小さい頃あったでしょ。はいはい。
ねえ、どこ行くの？ちょっと遊んでやろうか。何言ってんの？本気？もちろん。はい、そこまで。ありがとうございます。何なの？あんたこそ何なの？この方は高校生、あなたの先輩です。それより普段から気を抜いてはいけませんよ。あなた方はいつ誰に狙われるかわからないのですから。そんなのわかってるよ。こいつね、ムカつく。それではこれで。これからも精進してください。仕事ができるのは高校生になってからです。ババア。どう？なんで？どうして？痛みがなくなってく。傷口もみるみるうちに。すごいでしょ、秘伝の薬。それとこれ着て。何？防弾チョッキみたいな感じかな。まあ、対レーザー仕様。
もちろん相手には切った感覚を与える。ただし肌が出てるとこは気をつけてね。一週間もすれば完全に傷口が塞がるから。少し出てくるから命が欲しいならここにいなよ。どうした？遺体はないのか？はい。どういうわけか。生きてたんじゃないのか？そんなわけはないよ。じゃあなんでだ？さあ。まあ、そんな平和な日があってもいいか。しかし、面白い薬を作ったもんですよね。痛みを一瞬のうちに消す。傷口は完全修復。でもな、傷口が目立つとはちょっと。まあ、命が助かるだけでもいいか。困るんですよね、真田さん。こう何度も何度も。多めに見てやってんだからさ、少しくらい回してくれたっていいじゃん。困るんすよね、何度も何度も。あんたらそれしか言えねえのかよ。真田さん、わかりましたよ。まったく困っちゃいますよね、悪い刑事さんは。悪いことしてるあんたに言われたかねえよ。まあそうですけど。おい、用意してやれ。はい。くれぐれもお願いしますよ。うちが情報を流したのはこれで。一回任務を見せたからって。ルールはルールです。それにターゲットに顔を見られたのはいけませんね。あんたも同じレイザーだろ。仲間を殺す任務なんて。まあこの任務失敗したら私が危ないから悪く思わないでね。確かな情報だったみたいね。誰？紹介してあげるよ。
この子あんたと同業者、私と組んでさ、もっと悪いことしよう。真田、もう少し俺たちと捜査の結果を共有しないか。そうしないと事件解決の糸口はつかめないんじゃないのか。私は今日たまたま気が向いたから来ただけだから。真田。田島さん。あ、真田さん。どうした。いや、あの。いいから話せ。真田も同じ事件を追っている仲間だ。構わん。はい、実は多くの犯行現場から高校生の姿が目撃されていまして。高校生。はい、他の事件で取り調べをした組の幹部が高校生ヒットマンがどうのこうのと。おい、真田、どこ行くんだよ。ちょっとトイレ。なんだよあいつは。それと田代さん、これは憶測なのですが。なんだ。実は警察内部の情報が漏れている恐れがあります。何？つまりです。スパイか。俺はいつも諦めのことだよね。だから俺バカだ。でも私入ったらめっちゃ面白い。ここですから。うそ。あーやっべー、俺もう行かねえと。ちょっとさ、いつもなんなの。バイト忙しいんだよね。あれ、カオルって何のバイトだっけ。確か清掃だよね。うん。あ、やる。ビルの清掃。勘弁。はいはい、じゃあバイトに行ってきなさい。じゃあな。あ、こ、じゃあな。なにこ、もしかしてカオルくんのこと。そんなんじゃないよ。それ逆じゃん。カールくんがこうのこと。そんなわけないじゃん。そうなの。違うの。え、私も帰ろ。え、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。私をどうするの。いいことと悪いことの区別はつくよね。私をやるの。やるなら放っておいた。どうせあそこで亡くなる命だったんだから、ちょっとだけ手伝ってよ。おら、ああ、やっ、ああ、こいつか。なんだお前。ガキか。もう許さねえ。殺してやるぜ。やってみろよ、できるもんなら。ここまでは指示されてないけど。まあいっか、死ね。やめなさい、山田さん。実践テストとはいえ指示されたこと以外はやってはいけません。不合格です。すいません。あとは私たちがやっておきます。やれやれ、後輩の尻拭いとはね。まあ顔も見られたし仕方ないか。そんなんじゃまだまだだね。もう少しで殺せたのにね。ガンバ。
この間の学生さん？近所なの？ええ、まあ怪しいもんじゃないから。一応私さ、ゲージ。え？嘘だとか思ってるでしょ。はあ、見えないもんね。なんて嘘嘘。私はものすごく悪い人。また嘘だと思った？なんかいい人そうですね。でしょ？なんて初めて言われたかな、今日は。え？昔はね、こう見えても優しかったんだけどな。妹がいた時までは。妹さんがいた時まで。お亡くなりになったんですか？ちょうどあなたと同じくらいかな、生きてたら。明日私の親友に。ごめんね。悪いがみんな手分けしてたの。はい、いよいよ大詰めだから慎重にな。はい、わかりました。自分は山掛け組に当たってみます。わかった。じゃあ君は例のところに。はい。それと山田君。はい。君はここに行ってくれないか。例の場所ですね。わかりました。神保さんですね。あなたをイレイズしに来ました。次の任務を伝えに来ました。その前に教えてほしい。この組織のトップはあんたか？いいえ、私はただの OB ですから。じゃあ誰があんたに指示を出してるんだ？どんな組織で誰がトップなんだ？あなた死にたいのですか？まあいいでしょう。聞かなかったことにしておきます。次のターゲットは手塚慎治。手塚薫の父親です。何？薫？なんで薫のお父さんが？明日です。しっかりと思いますよ。待って、この人。分かったよ、聞かないよ。3年近くもやってるんだ、もうこんな時期か。夢みたいだったよ。あれ、あ、私先行くね。分かった。おはよう。
おはよう、カオル。おお、なんだよなんだよ、人の名前なんか呼んだりして。うん、なんでもない。ちょっとちょっと、二人で何しちゃってるかな。ブラブラね。そんなんじゃねえよ。情けねえな。それでも刑事か。もしもし、もしもし、サラさんですか。応援お願いします。来ねえよ。すぐ来てください。お願いします。殺される。だから来ねえよ。もしもし、もしもし、もしもし、もしもーし。どうしたの真田さん。なんで。とりあえず死んでもらう。どうだ、情報は。めんどくさい話ならやめてください。高校生ヒットマン、ずいぶんよく情報仕入れてるね。どこまで知ってるのかな。教えてくれないか。もしかしてうちらの情報は筒抜けかな。どうやら警察内にスパイがいるみたいだし。くだらないな。何か言いたいことがあるなら言ったら。そういう遠回しな言い方一番嫌いなの。まあいいや、いずれ。田代さん、やっぱり大当たりでした。どうしますか。真田、頼む。わかりました。気をつけろよ、慎重にな。何かあったら連絡くれ。すぐに応援をやる。
様がもしかして。そうです、私はイレイザーです。じゃあやっぱり真田さんが。私たちいい感じだと思うんだ。もう思い出すだけでにやけちゃうよ。で、この話飽きちゃったよね。ごめんね。どうしたの、また怖い顔して。なんだか別の人みたいだよ。あら、もっとほがらかにほがらかに。どうしたの、マジで何かあった？あれか、最近京子の彼氏の話たくさん聞いてて疲れちゃったとか。何を考えているのですか？別に。ただ俺は何を考えてこうしているのだろうかと思って。小さい時から殺し屋に育て上げられ、当たり前のようにイレーザーになった。このまま OB になるのも悪くないかと思ってたんだけどな。だから殺し屋じゃないですよ。私たちの組織は世の中に害のある人間だけを殺している。動くな！お前たちそこで何をしている？警察か。そのようですね。動くな！撃つぞ！警察です。ちょっとお話いいですか？はい、何ですか？久我山興産のことで少しお聞きしたいことがあるんですが。はあ、でも俺急ぐんで。お時間ある時で構いません。週末ご自宅に伺ってもいいでしょうか？自宅ですか？まあいいです、お時間ある時にこちらの名刺の番号にお電話ください。失礼します。手塚新次さんですね。君はあなたを
比例寿司に来ました。殺し屋か。ここで終わるのも悪くはないのかもしれないな。死にたくないと言ったら嘘になるが、どうせ逃げられはしないのだろう。もし今逃げ切れたとしても、毎日殺される恐怖と戦わなければならない。もう十分だ。十分人を不幸にしたよ、私は。ただ最後に息子の顔だけ見たかった。もう二度と恨まれるようなことはしないで、全てを捨てて隠れなさい。別のやつが。組織で何を吹き込まれてるか知らないけど、人を殺すのは良くないじゃん。そんなの分かってる。でも最初は、最初はヒーロー気分でしょ。幼い頃から訓練をし、悪い奴を殺せと吹き込まれ、感情を洗脳され、言われたままに人を殺してきた。けど高校3年間卒業寸前でなんとなく気づく。もしかして私がやってることは。何が言いたいんだ。私を捕まえる気。前にも言ったじゃん、私は悪い刑事。やってることは一緒だからさ、こっちおいでよ。ふざけんな。あんたは、あいつに頼まれたんだよ。お前が任務を失敗するかもしれないから、その時はお前をイレイズするようにな。あんたは自分の立場を疑問に思わないんだ。
どういうことだ。恨みを買って人を殺し、また新しい憎しみが生まれる。変えるんだ、この憎しみの連鎖を。私の手で断ち切るんだ。それも一つの生き方かもしれないな。あんたはなぜ人を殺すんだ？なぜ？お前と同じだ。理由なんてない。生まれた時からそれしか知らない。だけどうちらにはできることがある。うちらどうなっちゃうんだろうね。ね、あいつ信用できんの？わかんないよ。けど、でもいろんなこと知ってる。だからちゃんと言うこと聞かないと。カゴの中の鳥か。それと不思議な薬。なんで痛みがなくなってこんなに傷早く治っちゃうんだろうね。あらあら、イレイザーが二人揃って、それだけでも違反ですよ。イレイザー同士の交流は禁止されている。私たちを消しに来たのか。そうです。早く片付けろよ。高い金払ってんだから。時間がもったいないだろ。おい、早くしろ。殺し合え。みんな死んじゃえ。大丈夫です。カオル？そうそう。あなたに悪い知らせがあります。手塚カオルはイレイザーです。なんだと。この人を使って君に指示を出していたのは俺だよ。嘘。君にイレイズをお願いした俺の父親、あんなのさ
偽物だよ。え？どう？僕の計画。天才でしょ。君を試したんだ。どうして？ダメだ。ダメなんだよ、こう。こういう組織はちゃんとマニュアル通りにやらないと。命は大切なんだ。君はマニュアルを破って命を粗末にした。よってこの組織のトップの俺が直々に君を殺そう。そんな、友達だと思ってたのに。だからあんたのお父さんも。生徒はな、全員手を挙げろ。やっぱりお前だったか、田代。知りすぎたな、真田。いつからこの組織に肩入れしてたのかは知らないが、ずっと怪しかったんでな。他のバカたちは気づいてなかったみたいだが、さすがだな。まあ、みんな死んだけど。なんだって。結局はお前がこの組織のトップか。そんなもんわかるか。この組織は小さな組織、俺の組織じゃない。俺はこの組織を潰すために雇われた。まあ言ってみれば終わりのない組織かな。まだまだ聞きたいことはたくさんある。誰に頼まれた？バカ！こんなところで言えるか。誰が監視してるかわからないんだよ。言ったら全員バッ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 バC.
寂しくなるな。もうここには来れないか。まあもう来たくはない場所だけど。辞めるんですか。そんなところかな。こんな仕事いいことなんて一つもない。最初はあんたに言ってもしょうがないか。さすがですね。すべて見抜いてあなたの力を見くびりました。空砲銃、動脈一時停止法、急所外し、プロだからこそできる。最後の一押し、まだまだ終わる気配はありませんが、誰かがやらなければ終わらない。知らない、誰一人。知ってるやつも全員死んだ。俺は今日で刑事最後、警察を辞め、組織も辞め、後腐れもなく俺は大金を持って海外へ。こんな危ない組織、いい潮時だ。そうですか。真田刑事、何でお前が。そういうことだったんだ。やはりそこまで上がいたんだ。お前死んだんじゃ。だけじゃないよ。お前なんでだ。あんたが本当の悪い刑事。どう？残念だったね。往生際が悪いのはいけませんよ、田代さん。バラッ。投げないですね、刑事の癖して。何を、ガキの分際で。どうですか、ここまで囲まれたらさすがのあなたも全て知ってることを話さざるを得ないですよね。くっさー。
お願いします。ずいぶん危ない橋渡りますね、刑事の癖して。そこまでしないとこっちが全滅するから。私もヒヤヒヤ者だった。俺も頭おかしいと思った。こう、まさかカオルがイレイザーのトップだったとはね。騙してごめん。自分でもすごい考えて終わりのない組織に立ち向かうのは怖いと思ったけど、この人がどうせ死ぬなら最後にいいことをしてから死ねって。そっか、不思議な人だね。うちらって何なんだろう。金持ちの大人のおもちゃ。何年も訓練して人を殺すなんて何とも思ってなかったけど、たった数日、たった数日で人を殺す怖さを知ったよ。こんな組織絶対許さない。さあみんな、もう少しだけ手伝って。はい、はい、頼むね。はい。ねえ、もしかしてさ、妹さんってイレイザーだった？あの子にやられた。え？大丈夫。あなたたちは心を蝕まれた。もちろんあの子をって思ったけど、そんなことしたらきっと明日が悲しむ。そうだね、道理でなんか同じ匂いがした。明日はね、一人も殺さずに消された。ずっと言ってた。お姉ちゃんの後を継いで正義の味方になるって。私もアスも騙されちゃった。悪くない、こんな世の中にした社会がいけない。私は絶対に許さない。こんな汚い組織は。私手伝う。こう、行くよ。私はどうする？引き続きよろしくお願いします。
もちろん良い組織で。わかりました。素晴らしい。これが新しい俺の組織か。
ここが俺の居場所。悪くない。死神の泰造と祭司だ。君たちのサポートをしてくれる。